WBO 世界ミニマム級王座決定戦、さあいよいよ決戦のゴングが近づいてきました。まず飯田聡さん、はい、後世の表情ですがいかがですか。いやとても集中してますよね、はい、いい表情ですね、勝てば最速での日本最速での世界チャンピオン田中恒成デビュー5戦目、さあ運命のゴングが近づいています。WBO 世界ミニマム級王座決定戦第1ラウンドのゴングが鳴りました。さあ立ち上がりです。デビュー5戦目、わずか5戦目、白いトランクス田中恒成、左で左のジャブ2つ。さあ星野慶太郎さん、はい、立ち上がりの動きですがいかがでしょうか。早いです、さすがです、恒成が早いですね、はい、状態いいですか、はい、はい、そして現役の世界チャンピオン高山克典チャンピオン、はい、動きどうですか。いいですね、はい、左フック、そして右をスッと下がって避けました。相手のフリアン・イエドラス、非常にパンチの強い選手と聞いています。左のジャブ、右のストレート、緊張感漂う第1ラウンド、左から右、いい左のジャブを差し込んでいきました田中恒成、一方右を振るっていったイエドラス。さあ第1ラウンド左のフック、恒成調子良さそうですね。そうですか、はい、立ち上がりから状態良さそうという田中恒成。さあ第1ラウンド立ち上がり、いい、まだお互いに、お左のジャブ差し込んでいきます、いいフック、相打ちになりそうになりました、手が絡みました。ボリーです、当ててすぐにスッと身を引きます。皆さんこの辺りの動き、そうですね、もう相手のパンチはもらわず、はい、自分のパンチだけ当ててさっと引きたいですよね、一瞬右が当たりました、すぐにクリンチに行きます、相手のイエドラス本当にパンチ強いですから、はい、不用意なパンチも絶対もらいたくないですよね、立ち上がりの第1ラウンド、あっという間に残り半分になりました。どうでしょうね星野さん、比較的静かに立ち上がってますかね、はい、そうですね、ただ後世の左が早いですね。なるほど、ただイエドラスガードがいいんで、はい、あ、そうですか、はい、それをこじ開けていきたいですね、はい、まだ両者決定的なシーンはありませんが、しかし飯田さん、一瞬でも当たればという、はい、そんな怖さはあります。足が止まった、足が止まった、少し聞いたみたいですけども、そんなに慌てる必要ないんですよね。なるほど、もう少し、田中恒成の方も足でリズム作りたいんですよね、はい、アッパーが入りました。イエドラスの足が一瞬止まりました、まあ、相手のイエドラスはそんなに足使わない選手で、近くになったら思いっきり強いパンチを振ってくると、はい、ボリブロー、田中恒成はもっと足使うのが本来の姿なんで、なるほど、今合わせてますけども、はい、相手にもう少し足使って自分のリズム作りたいですよね、はい、高山さん、この辺りの攻防はどうご覧になりますか、うん、しっかりロングの距離と中間距離で、はい、しっかり自分のキープ、はい、パンチをまとめられるところで、はいはい、維持しているのでとてもいい戦い方です、イエドラスも前に行きます。一瞬田中恒成のいいアッパーが、ひらい当たりましたが、イエドラス動きが止まりましたが、その後は田中恒成冷静に試合を進めている感じがあります。第1ラウンドもう残りあっという間に10秒ということになりました。 WBO 世界ミニマム級王座決定戦、勝てば田中恒成デビュー5戦目、日本最速での世界チャンピオン、右のストレートが当たって第1ラウンドが終わりました。まずは上々の立ち上がりとお伝えしてもいいかと思います。解説は元世界チャンピオンのお二人、飯田聡さん、星野慶太郎さん、そして IBF 現役のミニマム級チャンピオン高山克典さん、お三方にお越しいただいておりますが、まず高山さん、第1ラウンドの動きですが、どうご覧になりました。ちゃんとロングの距離と中間距離をキープした、はい、いい戦いでした、はい、さあまずは上々の下のスタートといった感じの田中恒成第1ラウンド、そんな感じかと思われます。さあ第2ラウンドに入ります。ボリーブロー、今度はイエドラスの方が少しプレッシャーを飯田さんかけにいきますか。まあ本当に1ラウンドはイエドラス、はい、様子を見たっていうだけでしたけども、ちょっと前に出てきましたね、はい、逆に1ラウンドは、田中恒成の方が、手を出していってちょっとプレッシャーかけた感じですね。なるほど、この2ラウンドはイエドラスの方が先に手を出します。前に行きます。高田さん、はい、田中サイドです、畑中清会長はですね、いい出だしだと言ってまして、はい、スピードで圧倒している、で正面で相手を誘って、はい、すぐサイドサイドという指示です。
すぐにサイドサイド、まあ、要するに星野さんやっぱり、はい、忙しく動かしてということですよね。そうですね、動きで勝負するってことですね。はい、高田さん、はい、一方のイードラスサイドですが、まずはフェイントを使って田中が止まったところを打っていくと、はい、あと田中のパンチの打ち終わり、ここを狙っていこうと話してました。打ち終わりを狙っていくというイードラスの今のもいいコース、田中の、はい、右のカウンター出ましたね、はい、お互いにこうカウンターを狙っている感じからして、左は浅く入りました。田中高生、ここで警戒心持った方がいいですよね。あ、なるほど、はい、前に行きます。イードラス、まだ効果的なパンチは当たっていないように見えます。右、近い距離で当たりました。早い、早いですね。そうですか、はい、第2ラウンドに入っています。左のジャブ、ボリボリ左、右、左、田中の手数が上回っています。この辺りアッパー、ナイスアッパー。飯田さん、このアッパー効果的です。いいですね。そうですね、特にあの打った後動いたのがいいですよね。とにかく打ち終わり、はい、動くことですよね。はい、イエドラスもカウンターを狙っています。非常にパンチの強い選手です。初来日、まだ1戦しか敗北は許していません。イエドラス、左のジャブ、絶対にベルトを持って帰るんだとこう話しています。右のストレートから左に、あ、体勢崩れている、崩れている、どうなんだ、どうなんだ、さあコーナーに滑る、チャンス、ね、横に滑ります。まだ体は動いています。イエドラス、ボリューム、いいですね、ボディにも違うのはいいことです、はい、そうですけども、イエドラスまだまだ強いパンチ持ってますから。あ、そうですか、はい、はい、ここまでは構成です。田中、ボリブロー、左、あー、頭がつきました。あ、そうですか、頭が当たるのは気をつけたい、距離が近いイエドラス、一方離していきたい田中構成というこの WBO 世界ミニマム級の王座決定戦、スピードに翻弄されてるっていう感じですね。あ、そうですか、はい、まだ追いついていないという感じですね。まだ2ラウンド目なので、はいはい、このペースでまだ大丈夫です、ね、はいはい、右を振るっていきました。イエドラス、さあロープに滑る、左、メキシカンと戦うのはアマプロ通じて初めてという田中康生です。第2ラウンド、左アッパー気味に振っていきました。第2ラウンドももう時間がありません。右が当たった、右が当たりました。第2ラウンドが終了しています。1ラウンド2ラウンドとスピードで翻弄しました田中康生。いや、一瞬もうあのダウンかというシーンもね、飯田さん、そうですね、やっぱパンチ強いんですよね、はいはい、この右のストレストレートです。完全にガードの隙間から相手を捉えています。第1ラウンド第2ラウンド非常に飛ばしている感じ田中康生。一気に早期のノックアウトもあるでしょうか。あの星野さん、陣営としても田中サイド、はい、もうあのチャンスがあったら序盤で一気に決めるつもりでいくんだと、はい、こういう話ですね。あ、そうですか、まあ、そういうのがもう見てて分かりますよね、はい、第1ラウンドもう立ち上がりから制していきました田中。第3ラウンドに入ります。ボリー左、おー、イエドラスもパンチが強い。第3ラウンド、はい、田中サイドですが、あの田中選手のお父さんのうちの一つトレーナーなんですよね、あの相手のフックを出しどころ、はい、サイドに回ってボディボディボディを相手は嫌がってるぞと、それを強く言ってました、はい、ボディを打っていきたいという田中サイド。左のジャブの差し合いです。高田さん、高田さん、はい、一方のイドラスサイドですが、まだ顔は狙うなと、下を狙っていって打つとと、あとスピードの強弱をつけてだんだんと狙っていこうと、そういう指示を出してますね、はい、なるほど、イエドラスは非常にボディの得意な選手。さあ第3ラウンド、1ラウンド2ラウンド、いやいや、イエドラスも差し込んできます。相打ちになりました。ボリボリブロー、さあ詰めていくイエドラス、大きいパンチはもらいたくないですよね。そうですね、はい、左、体が近い、頭も少し当たります。右のストレート、左フック、あー、避けている。この辺りの動きは田中康生、はい、イエドラスもちょっとリズムつかみかけてるのか。あー、そうですか、左右、いやー、こうやってしつこく食らいついていくイエドラスに対して引き離していたい田中康生、右のストレート、この形です。イエドラスは接近戦で打ち合いたいんですけども、はい、ワンツーまで当たってもすぐ、田中の方がこう足で動きますからね、はい、左のジャブ捕まえきれてないんですよね。そうですね、しかしこの強烈なパンチを振ってきます。これも今もこう打たれてるんですけど、前に少しずつ田中康生が出てるんで、なるほど、自分の一番いい、はい、力は入らないんですよね、距離を潰してるわけですね。そうですね、ボリブロー、左右、さあ体の距離を合わせる、とにかく田中康生足を止めないことですね、はい、田中はとにかく足を止めないこと。アッパー引くか、もしくは、今みたいに少し、体で押していくかですね、はい、体は動いています。序盤のノックアウトがあるでしょうか。それほどまでに状態のいい田中康生の立ち上がりでした。
織物少し頭も当たるのでこの辺りは気をつけたいところ、そうですね、田中康生ボディ狙ってるのか、接近戦、中に入れ始めましたよね、イエトラスの方あえて一瞬で勝負を決まる、このパンチも持っています、右のストレート、左、さあ第3ラウンド残り30秒、試合がここ、ああボディ効いた、狙ってますね、ボディ狙ってますよ、効いてますね、さあ差し込んでいく、ダウンか、ダウンか、いやまだまだまだ力はあります、イエドラス一瞬もうフィニッシュかというそこまでのシーンを見せつけました。田中のこの一発のパンチ素晴らしいものがあります。第3ラウンドそれぞれにいい展開を見せている、序盤の立ち上がりいい動きを見せています田中康生です。序盤はしかし飯田さん完璧に支配した感じですね。そうですね、今もまたこれボディも入れましたし、はい、一応もう本当に思い通りに進んでるんじゃないですかね、はいはい、一瞬動きが止まるシーンが毎ラウンドごとに起こるというそんなシーンになっています。 WBO 世界ミニマム級王座決定戦、さあ第4ラウンドに入ります。ラウンドの序盤は飯田さん、こうやってあのイエドラスが出てくるシーンも多いんですよね。そうですね、まあ、今も、セコンドからかなり激を飛ばされてましたね、突っ込んでいきます。田中康生はそれをいなしている感じ、スピードがあります。デビュー5戦目、勝てば日本最速で世界のベルトを手にします。左ジャブです。いやジャブ一つ取ってもなかなか力強い、右のストレート、おー詰めていく、右のストレートです。このラウンドはイエドラス、しかしアッパーボディに持っていきました。左のボディがいいですね、はい、ボディにアッパーを差し込んでいきます。高山さん、かなりあの角度もいいですね、やっぱあのボディは。そうですね、この接近戦の中でもしっかりボディとアッパー、はい、しっかり打ち分けられているの で、はい、でしかも当たってますから、とてもいいですね。イエドラスもここはパンチを振っていきます。坂田さん、頭も当たります、はい、田中サイドなんですがね、あの前行きたきたいんだったらすぐパンチを出せ、うん、ジャブとアッパーだという指示です。あ、ジャブとアッパー、なるほど、一つ飯田さん、アッパーを一つ起点にしようというそんな感じですか。そうですね、まあ、あまり反応できてない感じですよね、イエドラスの方が、ね、アッパーは、入れやすそうですよね、はい、高田さん、はい、一方のイエドラスサイドですが、今の第3ラウンドを振り返っていいラウンドだったと、ただもう少し前に出て手数を増やして強いボディを打っていこう、そう話しますね。ボディを打ちたいというイエドラス、第3ラウンドは比較的手応えをつかんだようですが、おここは強引に振っていきます、イエドラス、ボディブロー、左のジャブを突き放していきます。田中康生、ね、前に行きます。イエドラス、このラウンドは前に出ています。しかし一瞬のパンチの切れ味、田中康生の右のストレートで一気に試合を終わらせるそんなシーンもたびたびありました。第4ラウンドに入っています。右のストレート。康生の方が少し接近戦にも応じてるんですね。あ、そうですか。少しこう、あの飯田さん、戦い方が変わってきてますかね。そうですね、まあ、その分まあ、ボディを狙ったりとかしてるんですけども、はい、まあ、今の距離だとやっぱイエドラスも調子上がってきますからね。あ、このような左のジャブですね、細かいパンチも、まあ、できれば高山さん食いたくないというところでしょうね。そうですね、はい、さあここは連打です。突き放しにかかります。ただ田中も打ち合いに応じている感じ。左のフック、フックを切ります。第4ラウンドイエドラス前に来ます。ボディブロー、ナイスボディ、左のボディが入りました。田中康生、第4ラウンドボディは強烈、強烈です。さあ大きく振っていきます。近い距離、イエドラス前に来る。第4ラウンドロープに集まりたくない田中。さあこの辺りは体が非常に近い状態になっています。右左、細かなパンチを振っていきます。もう残り時間がありません。アッパー狙っていきました。さあ細かいパンチの応酬になっています。 WBO 世界ミニマム級王座決定戦第4ラウンド、今4ラウンド目が終わりました。メキシコのハードパンチャー、さすがに飯田さん、はい、強いパンチボディに振ってきますね。そうですね、もうこういう接近戦はやっぱ威力が発揮してきますよね。そうですね、はい、いや星野さん、はい、非常にこうメキシカンと戦うのも初めてという独特のリズムという点ではね、あるかもしれないですけど、エドラスも本当に全てのパンチがね、テオパンチにつなげられるって言ってるだけあり